ユネスコの世界遺産リストは後世に伝えるべき、顕著な普遍的価値を持つ文化遺産や自然遺産の一覧であるが、登録理由となった要素が失われたと、世界遺産委員会によって判断された資産などは、リストから抹消されることもある。そのような抹消された世界遺産は2017年の第41回世界遺産委員会終了時点で2件存在している。 ユネスコの世界遺産センターが公表している世界遺産リストでは、それらの物件は打ち消し線を引かれた状態で掲載されている。なお、その2件以外にも、過去に抹消の可能性が世界遺産委員会の審議で訴状に載せられた資産は、複数存在している。世界遺産センターが英文でディリーションと表現する手続きについて、日本では抹消と訳す文献と、 削除と訳す文献がある。また、抹消された世界遺産について、元世界遺産と表現する文献もある。世界遺産条約には、世界遺産リストからの資産の抹消に関する規定は、存在しない。しかし、世界遺産条約履行のための作業指針には、以下のような規定が存在する。192委員会は、 世界遺産一覧表からの登録抹消にかかる手続きとして以下の手順を採択した。A 世界遺産一覧表への登録を決定づけた資産の特徴が失われるほど資産の状態が悪化していた場合。B 世界遺産資産の本来の特質が登録推薦の時点ですでに人間の行為により脅かされており、かつその時点で定約国によりまとめられた必要な改善措置が 予定さされれたた期間内に実施されなかった場合193世界遺産一覧表登録資産の状況に深刻な劣化があった場合、または必要な改善措置が予定された期間内に実施されなかった場合、当該資産を有する定約国は事務局に対してその旨を通知すること。194事務局がそのような情報を 関係定約国以外の情報源から入手した場合は、当該定約国と協議の上、情報源及び情報の内容について可能な限り確認を行い定約国からのコメントを求める。195事務局は関係諮問機関に対して受け取った情報に対するコメントを求める。196委員会は、 入手したすべての情報を審議し、決定を行う。条約第13条第3項に従い、決定は出席しかつ投票した委員会メンバーの2、3以上の多数による議決で行う。この問題に関して事前に、当該定約国と協議を行うまでは、委員会は登録抹消を決議することはできない。197委員会決議は、当時定約国に通知される。 委員会は、直ちに本決議について公示する198委員会の決議により、世界遺産一覧表を変更する必要がある場合は、次に発行される世界遺産一覧表更新版において変更が反映される。作業指針第192段落から第198段落、日本の文化庁による翻訳第192段落の規定にあるように、 登録された後に状態が悪化して抹消される場合と懸念材料を抱えた状態で登録されそのまま改善が見込めずに抹消される場合がある。放実するように前者に該当するのがドレスデンエルベ警告の事例であり後者に該当するのがアラビアオリックスの保護区の事例である。潜在的ないし潜在的脅威が存在する資産については危機にさらされている。 世界遺産リストに記載して国際的な支援を促すことが行われているが状態の悪化が即座に抹消につながるとは限らない。例えばターリバーンによって大仏が破壊された後に世界遺産登録されたバーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群のような事例もある。なお、規定で何も言及がない通り抹消に先立って危機にさらされている。 世界遺産リストに記載されていることは必須要件ではない。実際、アラビアオリックスの保護区の場合、危機遺産登録期間なしに登録を抹消された。抹消された世界遺産は以下の通りである。アラビアオリックスアラビアオリックスの保護区はオマーンが1982年に設定した自然保護区であり、1994年に世界遺産リストに登録された。 まっすぐ伸びた2本の角を持つ、牛カのアラビアオリックスは、ユニコーンのモデルとも言われるが、角を目当てにした乱獲によって、1972年に一度は、野生絶滅に追い込まれた。オマーン国王は、自打と、あるハラシース平原に保護区を設定し、アメリカ動植物保護協会から譲り受けた、アラビアオリックスの再導入を試みた。この資産の審議にあたり、 世界遺産委員会の諮問機関である国際自然保護連合は保護管理面の不備を理由に登録延期を勧告したが委員会でオマーン代表が叱るべき対応を取ることを約束したことから登録が認められたところがオマーン政府は2007年1月に自然保護区の範囲を27,500平方キロメートルから2,824平方キロメートルへと 大幅に縮減した。実に約90%に及ぶ縮減である。この背景には天然ガス、石油などの資源開発優先の意向があった。この縮減は世界遺産委員会に無届けで行われたものであり、IUCN は世界遺産としての顕著な普遍的価値が失われたとして抹消を勧告した。委員会では抹消に躊躇する意見も複数出され、 投票に持ち込まれたものの、抹消指示は13秒で決議に必要な3分の2に届かなかった。その後、ワーキンググループによる検討を経て、再び委員会審議になり、委員国から以下のような反対意見が寄せられた。顕著な普遍的価値が損なわれ、単に一覧表から削除するだけなら、世界遺産委員会は一体何のためにあるのか、インド代表これは遺産保有国だけでなく、 世界遺産委員会の失敗であるとも言えよう。削除する前にできるだけの努力をするべきである。日本代表しかし、オマーン当局が開発優先の意向を堅持したため、抹消と決議された。なお、登録時点で改善を約束した代表者と、抹消時点で開発優先を明示した代表者は、同一人物である。これが、世界遺産リストから抹消された初の事例である。 ドレスデンの夜景バルトシュレスヒエン橋と周辺の景観ドレスデンエルベ渓谷はドイツの世界遺産の一つとして2004年に登録された。18世紀にエルベ川のフィレンツェの異名を取った歴史的な都市ドレスデンとその周辺、ユービガウ城からピルニッツ城までのエルベ川沿岸約 18km が対象であった。ドレスデンには18世紀には セ線で築いた巨富を背景に花々しい建造物群が建てられ、19世紀には工業都市として成長する中でネオルネサンス様式のテンパー・オーパーなどが建てられた。世界遺産としてはドレスデンとその周辺に残る歴史的建造物群のみならず、周辺の自然と一体になった文化的景観としての登録であった。しかし、ドレスデンには、 第二次世界大戦以前から大規模な架橋計画が存在していた。その具体的な建設に向けた住民投票が2005年2月に実施され、橋の建設が決まった。そこで翌年の第30回世界遺産委員会で危機遺産リストに加えられるとともに建設が開始されたならば、世界遺産リストからの抹消もあり得ると決議された。ドレスデンの住民投票では、 賛成した場合に、世界遺産リストから抹消されうるという危険性が周知されていなかったとして、若年層を中心に反対意見が出されることとなった。また、委員会の決定を受け、ドレスデンの市議会では建設中止が決議されたが、これを州政府が拒否し、ザクセン州裁判所と連邦憲法裁判所も支持した。しかし、すぐさま建設が強行されなかったことから、 2007年の第31回世界遺産委員会ではひとまず結論は先送りとされた。この時期のドイツでは世界遺産委員会の姿勢に対する不満なども報じられていたという。第32回世界遺産委員会の時点ですでに工事が始まっていたがドレスデン市当局が計画の変更などを模索している旨の報告があり。 建設の撤回とすでに着工された部分の復元を条件になおも1年の猶予が与えられることとなった。しかし、ドレスデン衆議会が建設の推進を決議し、2008年11月に上部構造の建設が始まると、もはや不可逆の状態に至ったものとして、翌年の第33回世界遺産委員会で抹消が決議された。 第32回の時点で着工されていたこともあり、この第33回委員会では抹消やむなしという雰囲気があったという。形式的にオマーン当局により要請という形になったアラビアオリックスの保護区と異なり、世界遺産委員会が主体的に抹消を決議した最初の事例である。決議では、不対事項として文化的景観としての完全性は損なわれたものの、 顕著な普遍的価値を有する部分も残ることから、異なる資産範囲と価値基準での再水薦を妨げない旨が盛り込まれた。なお、問題となったバルトシュレスヒエン橋は、2013年8月に開通しており、再水薦は、当然これを除外したものとなるはずである。しかし、その具体的な区域設定には難航も予想されている。少なくとも、 第39回世界遺産委員会終了時点では、ドイツの暫定リスト18件に、ドレスデン関連は含まれていない。バグラティ大聖堂世界遺産リストに登録された資産は、その価値を強化する構成資産を拡大登録することがしばしば見られる。しかし、逆に登録範囲が縮小された事例も存在する。中世グルジア建築の傑作として、世界遺産登録された。 ゲラキ修道院がそれである。この資産は、もともとバグラキ大聖堂とゲラキ修道院として登録されたものだった。しかし、バグラキ大聖堂の大規模な再建計画を理由に、2010年に危機遺産リストに登録された。バグラキ大聖堂の再建案は、世界遺産としての完全性と新請性を満たさなく、なるとの危惧からである。その再建工事が実際に行われ、 世界遺産としての顕著な普遍的価値が失われたと判断されたことからバグラティ大聖堂を世界遺産リストから抹消しゲラキ修道院単独での登録に切り替える申請がなされたのである。最初に訴状に載ったのは第39回世界遺産委員会でのことだった。世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議はゲラキ修道院単独でも その顕著な普遍的価値の証明は可能と判断したが保存計画の不備などから情報紹介を勧告した。委員会審議でもその判断が踏襲されたため情報紹介決議となりバグラ期大制度のリストからの抹消はひとまず見送られた。しかし条件を整えて再度訴状に載せられた第41回世界遺産委員会ではアイコモスも縮小の 承認を勧告し、委員会でも承認が決議された。結果、世界遺産登録名は、ゲラティ修道院となり、危機遺産リスト登録理由が解消されたことから、危機遺産リストから除去された。過去には、世界遺産リストからの抹消の可能性が検討されたものの、回避された事例も存在する。以下のリストは登録都市順に並べてあるので、問題が、 顕在化した時期は前後している場合がある。ありがとうございます。